北国新聞ニュースをお伝えします。任期満了に伴う石川県知事選挙が今日告示され、新人5人が立候補を届け出て17日間の選挙戦に入りました。知事選挙に立候補をしたのは、届け出順で新日本婦人の会石川県本部会長の飯森博子候補62歳、前の金沢市長山野幸義候補59歳、前の参議院議員山田修司候補67歳、元文部科学大臣の長谷博史候補60歳、元会社員の岡野春夫候補71歳の5人で、いずれも無所属です。このうち飯森、山野、長谷の3人の候補は金沢市内で、山田候補は白山市内でそれぞれ第一声を放ちました。現在7期目の現職谷本正則知事は、今の任期限りでの退任を表明しています。現職不在の選挙戦は28年ぶりで、保守三つどもえを軸とする17日間の戦いが幕を開けました。石川県知事選挙の投票は来月13日に行われ、即日開票されます。知事選挙は来月6日に告示される金沢市長選挙や輪島市長選挙、金沢市議会議員補欠選挙と投開票が重なることから、4年前の前回投票率 39.07% を上回るという見方が多くなっています。一方、県内の市や町では明日から始まる期日前投票を前に、投票所の設営作業が行われました。今回の知事選挙の期日前投票所は、前回4年前より26箇所多い110箇所です。輪島市と小松市ではバスなどの車両による移動投票所が大幅に増えたほか、白山市のイオンモール白山や七尾市のフォーラム七尾には初めて投票所が開設されます。このほか、登校日に合わせて複数の高校にも投票所を設けます。金沢市役所新館1階ホールでも、市の選挙管理委員会の職員などが投票箱や記載台を組み立てて準備を整えました。金沢市では知事選挙と同じ来月13日投票の市長選挙、市議会議員補欠選挙の期日前投票が来月7日に始まります。市選挙管理委員会の前田仁書記長は、2月25日から3月6日に期日前投票を利用した場合、7日以降に再び投票する必要があるので注意してほしいと話しました。お伝えしていますように、石川県知事選挙の告示の日を迎えました。ここからはニュース解説です。今回は28年ぶりに現職が不在の戦いとなり、久しぶりに県政の新しいリーダーを選ぶ戦いは熱を帯びそうです。知事の采配はふるさとの将来に大きく関わりますから、野口さん、指導者にふさわしい使命感と見識を持つのは誰なのか、しっかりと見極めたいですね。そうですね、まあ、この多くの県民にとってはですね、知事といえば中西陽一、谷本正則のお二方が思い浮かびますけれども、はい、まあ、考えてみますとですね、この約半世紀の間、石川県で知事を務めたのはこの2人だけなんですよね。そうですか。まあ、現職の谷本知事が7回戦った選挙は、まあ、初戦を除けばですね、まあ、当落が予想しがたいほどの激戦ではなかったんですね。ですから、まあ、今回は28年ぶりの本格的な知事選で、まあ、告示前から出馬を表明した保守系の3人に共産党県委員会が推薦する女性が絡む構図で、かなり熱を帯びてましたですね。そうですね。
多選知事に慣れた石川県民にとって初めての経験にこう戸惑いながら候補者を見比べている方もきっといるでしょうね。そうですね、まあ、あの候補者のキャッチフレーズ、まあ、それぞれなんですけれどもね、まあ、保守系の3人が掲げる政策というのは、まあ、方向性においてはですねそれほど大きく違っていないと思いますので、はい、まあ、選択に迷う県民もいるんじゃないかと思いますね。まあ、候補者が選挙戦で唱えた政策をまあ、実際にこう知事に就いたときに本当に実行してくれるのかどうか、有権者がこうしっかりとこの成果を出してくれる人物であると確信できるかどうかが問われていると思いますね。そうですね、まあ、何よりも新しい知事は当選直後からこう待ったなしでコロナ対策という重い課題に直面しますからね。まあ、あの今日もですね県内の感染者500人以上を確認されましたけれどもね、はい、まあ、感染防止はもう当然としてですね、まあ、コロナ禍でこう傷ついた地域経済の立て直しも急がなければならないでしょうね。さらにこう2年後の春北陸新幹線が敦賀まで開業するということで、まあ、コロナが収束に向かえば経済も再起動すると思われます。このままですね上昇気流を逃すことなく新幹線効果を再び広げることができるのかどうかも知事の手腕に追うところが大きいと思いますね。そうですね、民間の知恵を生かして石川県の品格を上げた谷本県政の手腕というのもぜひ受け継いでほしいですね。そうですね、金沢経済同友会が提言した、まあ、金沢城の整備は、まあ、その一例だと思いますね。はい、まあ、史実に沿った、まあ、本物志向の復元というのは、まあ、石川の魅力を高め、まあ、国内外から、まあ、人を呼び込む原動力になりますね。はい、まあ、専門家からまあ慎重なまあ声が出ていた二の丸御殿の復元にですね、まあ谷本知事が踏み切れたというのはまあ経済同友会の後押しがあったからこそと言えると思いますね。はい、まあ、知事選の候補者にはこの民間 この大胆なまあ発想を生かす決断力が求められる、まあ、それもまあ知事選の重要な判断材料になると思いますね。それこそリーダーですよね。そうですよね。うん、まあ、今年はですね、まあ石川県という名前が歴史に登場して150年の節目でもあるわけですね。はい、まあ、国内外も大変大きな転換点となる、まあ、激動の年になりそうなんですけれども、まあ、候補者にはですねこの県政200年に向けた出発点としてまあ大きなこうビジョンを掲げてですね議論をしてほしいと思いますね。そうですね。さて、土砂崩れが発生した金沢市東長江町で雪解けを前にした土砂災害警戒パトロールが今日行われ、市の職員が危険がないか点検しました。融雪機土砂災害警戒パトロールは金沢市が土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に指定または隣接している市内丘陵地の31の団地で毎年行っています。このうち今月1日未明に土砂崩れが発生した金沢市東長江町の高田団地では、市の職員が先端が尖った長さ 1.2 メートルのポールを崖の斜面に突き刺し、土の緩みや水の含み具合を確認しました。また土砂崩れによって規制線が張られている場所にも立ち入り、念入りに崖の状態を確かめました。このパトロールは来月1日まで行われます。商店街の魅力を知ってもらおうと、金沢駅前別院通り商店街振興組合が VR 仮想現実を活用して 3D マップを作りました。この 3D マップは新型コロナのため訪れにくい遠方の人にも詳しく商店街を知ってもらおうと、金沢市の助成を受けて制作されました。スマートフォンなどを使えばおよそ300メートルの商店街が360度見渡せる仮想現実の空間が映し出されます。また商店街全体の地図や店舗の外観だけでなく、一部の店は店内も確認できて臨場感が味わえます。
金沢駅前別院通り商店街振興組合は、金沢市の町3丁目にある映像会社トゥモローズランチに依頼して、去年12月に44の店舗の動画を撮影し、出来上がったマップは飲食店の来店予約ができる仕組みになっています。組合は明日からホームページや会員制交流サイトで 3D マップを公開し、チラシにもマップの QR コードを載せます。酒井剛理事長は、コロナ収束後には気軽に商店街に来てほしいと話していました。さて、次も商店街の話題です。近大附属高校の生徒たちが昨日、地元の商店街を猫の目線で紹介した動画を配信しました。近大附属高校の1年生8人で作る平和町プロジェクトは、2月22日の猫の日にちなんだおうち猫カフェを企画しました。イベントは平和町大通り商店街振興組合の協力で進められ、生徒たちが撮影や編集を担当して、商店ごとに店主が店を紹介する動画を作りました。本番の昨日は高校からの中継で動画を披露し、猫がテーマの菓子作りの実演や猫背解消のストレッチ講座、それにクイズコーナーなどで配信を盛り上げました。プロジェクトメンバーの一人、梶川咲さんは、コロナが収束したら一緒に体験できるイベントも開きたいと話していました。若者の発想って面白いですね。そうですよね、うん、まあ、あの和歌山県などではですね、あのスーパーにゃんにゃんで日南でですね、はい、まあ、駅長を務めた猫を祀るこの神社の宮司に2代目の駅長猫が選ばれるという、非常にこの力の入った話題もあったようにですね、はい、まあ、人間と猫というのは本当に切っても切れない仲ですからね。そうですね、まあ、あの猫目線でのこの町のアピール、きっと受けると思いますね。そうですね。アメリカメジャーリーグでの飛躍を目指す金沢高校 OB の松田康介投手が、昨日野々市市で学童野球クラブの子どもたちを指導しました。松田康介投手はドジャースとマイナー契約を結び、今月下旬から来月上旬にアメリカへ渡る予定です。渡米を前に、金沢高校時代にバッテリーを組んでいた張慶太郎さんが、松田投手が非常勤講師を務める野々市市の扶養小学校で学童野球クラブを指導してほしいと依頼しました。1日限りの指導には24人の子どもたちが参加し、松田投手はボールの投げ方について、手の力ではなく体全体を使うことが大切だと強調し、ドッジボールを使ってその感覚を覚えるよう促しました。また投球フォームの修正では、視覚的に理解しやすいようスマートフォンで録画し、子どもたちにコマ送りで見せながらポイントを伝えました。指導を受けた選手たちは、分かりやすかった、家でも取り組むと目を輝かせ、松田投手の教えを胸に刻んでいました。金沢未来の街創造館を知ってもらうため、金沢市は来月、市民向けの成果発表会を開催することにしました。金沢未来の街創造館は、去年8月に開館し、新ビジネス創出、子どもの独創力育成、それに食の価値創造を柱に、それぞれの専門家がワークショップや研究開発を進めてきました。こうした取り組みを広く知ってもらおうと、金沢市は、ワクワク祭と名付けた成果発表会を開催することにしました。来月20日と21日に開かれるワクワク祭では、金沢食芸研究所のシェフによるランチが両日とも100食限定で提供されるほか、マルシェのイベントも開かれて、地元の農家や食品会社が研究所とコラボした商品を並べます。また20日にはデジタルや人工知能の討論イベント、21日には
配膳ロボットの大会も予定されています。金沢市産業政策課の担当者は、それぞれの活動の成果を多くの市民に体験してもらい、新たな発見につなげてほしいと話しています。北国新聞ニュースをお伝えしました。